どうも皆さん、こんにちは、ひのです。はい、ということで、統合版のアース MC、アースクラフト。もうね、いろいろとね、起きすぎて、説明が追いつかないというか、大変なんですけども、まず、皆さんがね、一番気になってるであろう、トーマンのチーター問題。こちらね、あると思います。トーマンのね、チーター問題に関しては、何もしてない、容認してるんじゃないかっていう風なね、噂が回ってると思うんですけども、しっかりとキックをした後、運営の方にね、報告させていただきましたのでね、今後もなんか、そのような人が出た場合、しっかりと同じような対処をします。言われてた点で、1回目注意、2回目バンっていう風になってて、トーマンはチーターを容認するのかっていう風にね、言ってる方々がいたんですけども、それはね、容認じゃなくて、チートがダメだって分からずにやってる子たちもいるんですよね。だからその子たちに言ってやめさせて、それでもダメだったらバンをするという風な対応をしようとしてたんですけど、それが容認という風に誤解をさせたことについて申し訳ありません。なので別に僕らがね、チートどんどん使えっていうわけでもないですし、逆にね、使ってる人には絶対使うなって言いかけてますので、ご理解の方をね、お願いします。で、もう一つ、トーマンは日本語チャットを使ってると、全員トーマンだというね、話があるんですけども、今チャット欄で見る感じ、中部、愛知、TKC の方、ウイグル王朝の方、などなどね、とりあえず見た感じ、日本語を使ってる人で、トーマンの人はね、いないんですよね。まあ、これね、結構深刻な問題なんですけども、うちだけが悪いってわけではないんですよね、正直。まあ、ただ、みんながね、見るメディアとして、僕からね、お願いというのは、良い子のみんなは、この日本語チャットをね、使わないように、お決まりなので、良い子のみんなは使わないようにしようね。怒られてしまうので、使うとね、良くないので、使わないようにお願いします。さて、現在の東京卍会の状況です。拠点。まずね、ここ、卍がね、もうどんどん豪華になっていくね。もうエンドラの頭まで突き始めました。これ強いね。で、この中にね、僕の最初のスターターキットが入ってます。これちゃんと誰も取らないの偉いね。てか、こんなん取らないか誰も。いらないか。じゃあちょっと金リンゴ入れときましょうか。前回ね、こちら倉庫紹介しました。で、倉庫もね、だいぶなんか配置とか変わってますね。これなんだこれ。これうちの領土なのかこれ。何これ平等院鳳凰堂が作られてます。これなんだろうね。すごいね。こんなん作られてるんだ。他にも、ここに畑と。まあ、ここで、ね、食料問題解決。食料問題云々の前に、これリンゴがね、無限にあるんで、うちね、みんな木借りまくってるんですよね。ジョブで。リンゴがね、死ぬほど余ってるんですよね。はい。そして、あえてこうやって見ないようにしてたんですけど、いきます。3。2、1、ドン。これやばくない？これ、すごくないですか？城できました。すごくない？こんな短期間で作れるんですね。まだ多分オープンして、リニューアルオープンして3日4日、なんか何日だっけ？そんぐらいだよね。1週間経たないぐらいだよね。これでこんなん作るとは、すごすぎる。中はこんな感じですね。多分これから内装の方もどんどん手掛けていくと思うんですけど、いや、すごいね。画面酔い注意。あ、これ上に登る階段。螺旋階段になってるのね。で、この上の方に着きました。これ、よう作ったな、マジ。全部こう死なないように頑張って作ったっていうね、すごいよね。上からの眺めは何これ、あれか、この世界木切ると勝手に倒れて木植え付けられるんですよ。それがね、木切りまくってたらこんな感じになって、なんか樹海みたいになってるんだけど、前トトロの森ぐらいだったのに今樹海ですよ。この緑はほら、こんな感じにね、切るとね、めっちゃ植え付けられるんですよ。だからどんどん増えるんだよね。バイバイみたいな、めっちゃ増えてくるんですよね。ということで頑張ってね、働いてくれてます。で、こっからいろんな場所が一望できると。いや、すごいね、このでかい建物をこの短期間で作ったとは素晴らしすぎる。この城を中心にどんどん発展していきたいと思います。はい、そして10月12日に中央連盟による五大勢力会議というものがね、なんか開かれまして、 JKL、 東満、そして日本連邦、西国幕府、ネザライト同盟というね、主要な勢力が集まって会議が行われました。で、そこでね、何が行われたかというと、領土問題、領土のどれぐらい広げるかみたいな、現在のね、領土の確認と、これからの目標みたいな。で、日本統一をね、僕らは、目指してるわけなんですけど、相変わらず。で、別にね、みんなを潰そうとかそういうわけではないんですよね。一番ね、わかりやすい言うと、アメリカ合衆国みたいなね。アメリカって、州が一個の国みたいな感じなんですよ。それを日本版、東満版でやろうという計画なので、まあそれのことについて、まああまりね、理解されてなかったので、まあ、詳しくね、お話ししました。で、この他の勢力のね、人たちの話を聞いたところ、あまり広げるつもりがないと。これ以上、別に広げても維持費がかかるだけだし、広げる予定ないよ、みたいな話だったんですよ。それで、現在持ってる土地、皆さんが持ってる土地以外のすべては、東満が統治しても良いと、五大勢力会議で決まりました。まあ、なので、
まあ、今までね、なんでお前ら広げるんだよっていう風な感じで言われてたんですけど、まあ、一応ちゃんと広げてもいいよみたいな許可は出てるので、まあ、不当な領土拡大ではないですよね、これで。で、またね、日本語チャット全部東満問題や各種クレームについて、まあ、それが本当かデマかのファクトチェックを行ったりとか、まあ、いろいろとね、しました。そしてね、もう一つ、今、首都の東京卍街の方で、新規受付が一時停止してるんですけど、別の街を作って、そこでね、受付を今後ね、開始すると思うので、まあ、そちらの方についても、詳しくは、ディスコードの方でお伝えするので、ディスコード参加してくれると嬉しいです。ということで、現在の東満の状況、そして五大勢力会議についてお話ししました。この動画がね、いいなと思った方は、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。